どうもありがとうございました。おおむね、の、ざっとの、話を、いただきました。どうもありがとうございました。今後の、開催会場のことについて、お知らせいたします。で、今後の開催会場なんですけど、これオリンピックの関係です。オリンピックの関係で、2019年は8月は東京ビッグサイトを借りることができなかったんです。で、2019年は7月に、鉄道模型コンテストを実施する予定です。それから2020年なんですけれども、2020年はオリンピックの会期中なんで、この年はビッグサイトさんを借りることは困難なんです。で、2020年というのは、東京中のイベントホールが、ほぼ全部オリンピック関係で使われてしまいまして、2020年はおそらく、地方開催ということになると思います。で、地方開催も、東京からかなり遠いところで、実施する可能性が高いというところで、目下、まだ場所を検討している段階ではあります。なかなか首都圏の学校さんの場合、じゃあ地方まで行くのっていったときにどうするかっていうことは まだわからないですが、その際には東京で荷物を、作品を集めて、トラックで輸送して、もしかしたら展示だけっていうこともあるかもしれませんけれども、2020年は東京会場ということは、難しいということが分かりまして、今そういうことを検討しております。事務局からの連絡なんですけど、スタッフの申請早めにお願いします。先日各校さんに封書で送られてると思うんですけれども、スタッフ証の枚数の申請、等々などを、これネットでの登録になります。で、学校さんによっては人数だけを登録されて、メールアドレス登録されてない状況の学校さんとかも、参見するようです。で、一応これはおととい現在の、まとめた資料です。で、これをご確認いただいて、まだ数字が入ってない場合にはまだ登録してないということなので、ご確認いただき、至急登録、まだ登録されてない学校さんは至急登録の方をご協力をお願いします。